バスク大佐。自分は処女飛行でしたので、武器も携帯せずに迎撃に出ました。もちろん3号機のパイロットがジェリドではなく別人だというのが分かるんだ。ジェリド中尉はどうしたのか。バスクオム大佐、なぜガンダムマーク2の訓練をこちらでやっていたのですか。グリーンノア2でやっていれば居住区への被害はなくて済みましブライト中佐。放っておけ。一般将校は黙っていろ。ここはティターンズの拠点である。正規の連邦軍とやり方が違う。ティターンズであろうとも同じ連邦軍であることには変わりないでしょう。ここはジオンの残党と手を組んで反地球政府の運動をやるエウーゴを倒すための中心基地だ。コロニーの先住民のスペースノイドの都合を考えて作戦ができるか。基地化を進めれば進めるほど逆に反地球連邦政府の組織を育てるだけです。なぜそれがお分かりにならないのです。大佐は黙れと言っている。貴様上官に向かって。ここはティターンズだと言った。一般の軍律は通用しない。反感を育てておいて何を言うか。一般将校は黙っていろ。貴様